はい、クリムアロマです。ちょっと昨日ツイートした件について、ちょっとお話を、させていただきたいなというふうに思っております。グっていうふうに書きました。まあ私ね、すごいまあ、ここ最近ね、まあ、ラファエルさんにしてもヒカルさんにしても、まあ、いろんな方が炎上させたりとかして話題にしてると思うんですね。で、YouTuber っていうのは、まあ、本当に、まあ、いろんな失敗、経験、辛い壁を乗り越えて、まあ、いろんなことをしてっていうのがやっぱ YouTuber です。今までやったことないこの何かを食べてみたとか、なんかを作ってみたとか、人がやらなかったことをやってみたりとか、そういったことがあるので、すごく素敵なものだなと思うし、本当に、まあ、いろんなことを発信したり、この使える材料として YouTuber はすごく素敵なものだなというふうに思っていますけれども、まあ、やっぱり今 YouTuber、まあ、話題になっているからみんなやりたいということで、まあ、若い子たちとか始めてますよね。まあ、何でもかんでも、まあ、炎上させてやれみたいな感じのちょっと傾向にあるんじゃないかなっていうふうに最近思ってて、まあ、YouTube って本当に、まあ、何か炎上したりとか何か話題になったらボーンって、まあ最近ね、登録とか上がったり再生回数上がったりとか、そういうことってありますで、私も経験はあるんですけど、私はまあ実際そういうのっていうのを故意にやってることじゃなくて、まあ事故でなってしまったものだったりとかしたんですね。だからもう事故でなってしまったことにはしょうがないけども、自らこうなんかをやって話題にしようとか、本当に炎上したらラッキーみたいな感じだったりとか、ちょっとまあ半分ちょっと投げやりじゃないんですけど、そういうところがあるんじゃないかなっていうふうに、本当に倫理的に間違ってるんじゃないかなっていうふうに思ったりすることがちょっと最近ありましたので、チルさんの曲でも、まあ、例えば終わりなき旅で、人はついつも合わす妻を合わすように形にはまってく、誰の真似もすんな、君は君でいい、生きるためのレシピなんてない、生きるためのレシピはないです。本当にこんなことにチャレンジして失敗することは素晴らしいことだから、やってみてほしいっていう気持ちはするんですけど、やっぱ先の後悔するような、後に後悔するような失敗だけは本当にしてほしくないなっていうふうに思いました。なんかその場のノリでとか、その時の感情でもう高ぶっちゃって、その冷静に考えれば分かるようなことの失敗っていうのはできれば注意してほしいな、まあ自分も含めなんですけど、そういうふうに思いました。どんな失敗も素晴らしいことというか、次の、まあ、成功のもとだし、次の世代への、まあ、プレゼントのような失敗だと思えば、まあその失敗も無駄じゃないという気持ちになるし、すごいことだなって、私はいいことだと思ってるんですけど、まあ、だからどんな生きるためのレシピもないし、もう自分もう あなた次第というか、もうみんなが全てなんですよ。全てのみんなの個性が全てだから、もうみんなやりたいことをやってほしいし、でも、まあ、冷静に考えて行動してほしいなっていうところがありました。まあ、やっぱ前々から YouTuber の事件とか、 YouTuber がこんなことやって事件になっちゃったとかって結構あるんですよね。まあそれはもう前々から思ってたし、冷静に考えればこんなバカなことやんないのにっていうのがあるのに、今炎上させて登録数伸ばしたいからやってしまったっていう、その一時の感情で何かをやってしまうっていうのはすごくもったいないことだなっていうふうに思うので、まあ冷静に、考えてほしいなっていうふうに私は思いました。だから本当に、まあ YouTuber っていうのは本当素晴らしいものだなと思ってて、まあいろんなことやってバカなこともチャレンジして、なんだろうな、ちょっと話題作りっていうのはすごい楽しい一つの余暇でもあるし、まあいろんな人に癒しにもなると思うんですけど、やっぱちょっと使い方を間違えたりとか、もうわざと炎上させたりとか、そういうのってやっぱりこの部分の線引きをしっかりしないと、まあちょっと危ない使い方にもなるので、そこら辺を、まあ、注意してほしいということで、まあ、昨日、まあ、ツイートで、まあ、ちょっと全 YouTuber につくっていうことを話したんですけども、まあ、今そういうふうに私は思ってますので、まあ、ちょっと炎上させてやろうかな、みたいな、そんな感じだったりとか、まあ、ちょっとそういう気持ちがある方は、いろいろと、
なんか考えたりとか、うん、またはまあなんかいろいろ、まあいいことも悪いことも、なんか参考にしていただけたらなって思いました。まあこの27歳の、まあ底辺 YouTuber がね、何言ってんだっていう感じなんですけども、まあね、このおばちゃんのたわごとだと思って聞いていただけたらなっていうふうに思いました。はい、今回のお話でした。ありがとうございます。